そして6レーンが地元静岡の鈴木あゆみです。場内の判定拍手も大きくなります。そして鹿児島瀬戸口、この瀬戸口はスタートのいい選手。そして新井元香、日本選手権 100m 今年優勝6連覇をしています。そして跳躍系の日本の第一人者でもあります花岡、この花岡が9レーン、2レーンから9レーンまで8人の選手によって争われます。成年女子 100m の決勝です。新井が集中してこのレースを制することができるか。ライバル坂上、さらには石田、地元鈴木というこの4人が優勝争いを繰り広げそうです。地元の声援を力にできるか鈴木。成年女子 100m 決勝まもなくスタートです。スタートしました。重い視線、ここから鈴木が出た。鈴木がリード、高井のレース、高井がリード、高井もリード、鈴木もいい、鈴木もいい、鈴木もリード、高井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 もリード、鈴木追ってるか、高井1着フィニッシュ。速報11秒58、坂上が1着。国際青年女子 100m 4レーンの坂上が制しました。鈴木も非常にいい走りを見せたんですが、最後新井は伸びませんでしたが、岡田さん、いいレースでしたね。そうですね、坂上の中間が良かったですね、はい、そして鈴木追い込みましたけれども、はい、ちょっと足りなかったですね。今大会調子の良かった2人の選手、普段からいろんな国際大会にも出ている選手ですから、お互いの気心も知れていますが、勝ったのはこのナンバーカード14番の坂上。やはり新井の方は本調子でなかったですね、最後のいつもの追い込みがなかったです ね、後半の伸びがありませんでした。坂上、鈴木、今大会やはりいいレースを予選準決勝で見せた、その2人のレースが良かったですね。放送席、それでは優勝しました坂上選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。さすがに後半伸びましたね。そうですね、やっぱ後半に負けたくないという気持ちが強かったので、なんか根性で勝ったって感じです。この国体はどういう気持ちで臨んだんでしょうか。この前までちょっと調子を崩したので、少しでも取り戻したいという気持ちで、あと今シーズン最後の試合だったので、納得いく試合がしたいなと思って走りました。さあ、その今シーズンですが、振り返っていかがですか。やっぱり納得できるシーズンではなかったですね。来年に向けて課題がいっぱいできたと思います。どのあたりが課題でしょうか。そうですね、ありすぎてわからないです、はい、さあ来年はアテネがあります。目標お願いします。はい、アテネオリンピックに出場することです。おめでとうございました。ありがとうございました。青年女子 100m を制しました坂上香織選手のインタビューでしたが、岡田さん、はい、来年につながるレースにこれなったんじゃないですかね。その上にいろんな課題を見つけてということですね、はい、本当はベテランらしいですね、はい、もう一度レースを振り返りますが、スタートは鈴木が良かったんじゃないですか。そうですね、この辺りから出てくるんですね、坂上出てきますね、はい、本来前半型なんですがね、後半維持で頑張ってですね、はい、非常に大きな走りをしていますね、はい、坂上に話を聞きますと、今シーズンはちょっと納得のいかないことが多くて、まだまだ伸びる要素はあるんだけれども、はい、どうもうまく伸びなかったという話をしています、課題は多いという話をしているんですが、どんなところ来年に向けて。もともと力はありますからね、ですから今までの前半、はい、それから今日のような後半、これをうまく結びつけて、100m フルスプリントで走れるような、はい、そういったことが課題になりますね、はい、青年女子 100m の決勝結果です。1着が坂上、2着が鈴木、3着新井、11秒7、はい、結局伸びませんでした。そして4着が石田、そして5着が瀬戸口、松本、林、花岡という順位になっています。新井が、岡田さん、ちょっと最後伸びませんでした、はい、やはりちょっと調子を崩してるんでしょうかね、本来はラストの 20m ぐらいで逆転するんですがね、大きなレースには非常に集中力を発揮しています。小方さん、はい、この青年男子 100m、 やはり連覇を狙う川端選手に注目が集まりますね。調子いいですね、はい、スタートからのつなぎが非常にいいですね、はい、スタートリストです。
注目の川端は4レーン、そしてその後に続くと予想される力のある選手といいますと、広島経済大の松田、そして好タイムを持っている島根大の石倉、やはりこの辺りが優勝争いに絡んできそうですか。そうですね、あと準決勝 の、はい、まあ、あの予選とかの調子を見ますと小島もいいですね、はい、小島もいいタイムを今日は出しています。10秒38というタイム、まあ力、まあ、ここまで の、 その予選準決勝のレースを見ている限りにおいてはやはり川端が安定した力を出してますか ね、 ね、なかなかいい調子で臨んでいますよね、10秒26というタイムを持っているこの群馬の川端慎吾、1レーンが北海道順天堂大の2位、2レーンが福島の宮田、今年の日本選手権で 100m5 位、3レーンが新潟の田村、4レーンが川端です。去年の国体優勝者、そしてこの大会好調の小島です。千葉、そして島根の石倉、7レーンが広島経済大の西田、8レーンが千葉大学の新井です。今年の全日本学生ジュニアで優勝しています。そして9レーンが早稲田大学福岡中川です。ご覧の9人で争われます。注目は4レーン、この赤いシャツの川端慎吾、風はほとんどありません。青年男子 100m、 連覇を狙う川端です。赤いシャツは松田、その隣が石倉、もう一戦、川端リード、ちょっと増田が遅れた、川端リード、川端1着でフィニッシュです。10秒26、川端が2連覇を達成しました。スタートから川端が飛び出して、小方さん、やはり力がのその川端の力が出ましたね。出ましたね、まあ、スタートも良かったですけどね、中盤以降の伸びが良かったですね、はい、残念なことは松田が途中で足を痛めたようですね。足を痛めてちょっと最後はもうまともに歩くことができませんでしたが、はい、川端が去年の国体に続いて今年の大会も優勝を決めています。最後は石倉も追い上げましたが川端が勝ちました。放送席、それでは優勝しました川端選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はどういう思いでレースに臨んだんでしょうか。そうですね、記録も少し欲しかったんですけど、決勝疲れちゃいました。10秒26、もう少しというとどのあたりでしょうか。25、そうですね、やっぱ比例標準条件良かったんで切りたかったんですけど、分かんないですけどちょっと残念ですね。今シーズンを振り返るといかがでしょうか。そうですね、代表に呼んでもらってないんで、来年は呼ばれるように頑張ります。さあ、来年はアテネがあります。目標お願いします。そうですね、まあ、とりあえず、まあ、標準記録切ってないんで、それを切ってぜひアテネに行きたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。10秒25で優勝の川端選手でした。青年男子 100m の決勝は群馬の川端慎吾が優勝を決めています。岡田さん、はい、もう一度レースを振り返りますと、まあ、この辺りもう出ていますがね、非常に一歩一歩大きな腕振りと大きな足の動きですね。そうですね、まあ、ダイナミックな、まあ、高校時代から非常に後半強かった選手なんですがね、はい、あのスタートも本当に強くなりましたね。最後石草も追い込みましたね。メートル近い差がついて、この川端が優勝を決めています。タイムはガッツポーズも出ました。そうですね、秋になると力を出してくるんですがね、来年は春から出していかないとちょっとオリンピック間に合いますよ ね。 そ、 ね、その結果です。10秒25というのが正式タイム。1着が川端です。2着は最後追い上げました石倉でしたが、10秒372着です。
3着が小島、4位が新井、そして最後松田は途中でちょっと足がつったんでしょうかね。そうですね、